ティグラのデジョンです。今回は ITP チームとの対戦ですね。ナビベース ITP チームとなります。このクランも何度かもうすでに戦ってますね。結構当たることの多いクランの一つです。早速始めていきましょうか。先行ナビの方からガク、クイラバ。対策陣ですね。おー、なるほど。ワンチャンこれ、ランチャーとかに切り替わってくる？切り替わんないなら。タウンラバル、難しいな。結構ガクのこのパターンだとランチャーに切り替えてタウンホールまでランチャーみたいなことも多かったりするんですけど、ちょっと嫌なテスラでルート変わるかな。変わったね。しかも対空砲が入りかけましたが、ここは一旦ステイ。うわ、結果的には上の方に流れていってしまう形になりました。リカバリーでどう組み立てるか。これ冒頭プランは崩れましたね。とりあえずスニゴブとスーパーバーバリアンをやってみるというところ。サイドカットをしてバルーン追加。上の大砲が残っちゃってるのが、やばい、それはやばい。早いな、立て直し型だ。フィスト。いやー、まあそんなに延命する必要もないかって感じですけど、これ用のテスラなのかな。多分ボマーはタウン軌道を狙いつつ第一クロスのところを刺してタウンホールにボマーを刺したいみたいなイメージだったかな。そうなると元のプランがちょっとまだわかんないんでね、どういうものが入ってるかわかりませんが、安いウザ持っていけ。これタウン軌道できそう。中身はなんだ。あ、しかもターゲット変わった。めっちゃ偉い。その上めっちゃ偉い。イエティだ。タウンホールキングも一緒に殴ってくれてるので落とせますね。もうしょうがないですね、これはね。もう始めていくしかないです、ラバル。フリーズかけつつ、ロイヤルチャンピオン追加からのストライカー、レイジートーム。やるしかないですね、もうこれはもう。どんどん。ケアとかではなく、もう、全部決め打ち進行で進むしかないです、さ。フリーズかけて、エイストもどっか打った。6時だ。6時打って、レイジフリーズが手元に残ってます。さあ、投石の方にもうレイジも打っちゃう。どんどん行けと。伸ばしていく。実際伸びてはいます。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメランで援軍処理も行いつつ、あとは伸ばしていきたいところ。さあ、クイーンが9時残って入っていればそれだけで全開だったんじゃないかっていうところまでは伸びていますね。よく伸ばしましたね、これもただ。地獄のスタート。珍しいですね。久しぶりに、なんか、ここまで崩れた攻めをやってるの見ます、ナビのメンバーが。あんなに崩れてこんな持ってくんだよ。86?90 近いところまで。不意即死でこんなに伸びると恐ろしいですね。さあ、対戦相手は、クイヒのスーパーホグにドリル編成ですかね。9時スタートしていきつつ、バルーン。お、ボマー使ってくんだな。さ、これは、どういったボマーなんですか？なるほど。戻していって、対地クロスのところに穴開けってことかな。ボールブレーカーが来ましたね。で、イエティの方で投石区画を突破していって。なるほど、うまい。でもう一枚をエアスイーパーあたりにウォールブレイクしていく感じかな。来ましたね。うまいっすね。ポイズンターンのだけウォールブレイカーで。ウィット。いいっすね、それ。インビジブル隠しつつ。で、フリーズを稼ぐ。まあ、キングのサイドカットするのかなと思った。せずにもうスーパーホークが展開されている。ここでキングを使っていきます。ロイヤルチャンピオンも追加、トームかけたいかも。まだ耐えるならもう、クイーンの方はクローク合わせたい。ナイスクローク。で、ここでトームかけていきます。
キング外周走らせつつ、強爆がえぐいっすね、この区画。対策はしっかりされている。まあ、こっちのホグにね、ホグってまあ当たり前だけど、ターンホグみたいなことをしないことが基本的には多いので、イーグルと反対、あ、じゃあターンホールの反対サイドにこうして、巨爆置いとくだけで、ホグ対策にはなりやすく、まあ、しっかり今回も機能してますね。まあ、イーグル反対の攻めって結構、ウッドランチャー系の攻めも多く、そうなるとヒーローパートだったり、天才ラバルの時もヒーローパートは、こっちに来ますよね。で、大体、エレクトロタイタンとかスーパーボーラーもランチャーを使う攻めだと反対になってくるので、タウンホールの反対にね、罠を固めておくと結構陸には当たりやすいって覚えておくと、刺さりやすくなってますかね。さあ、ここは止まっていって、面白いクイヒーの組み立てでね、いいボマーの採用だったんですけど、86ちょいというところで、パッケの額がどれほどすごいか。入りがうまくいっての87と、入りがもう絶望的なところからの80ちょいっていうところでね、あのリカバリーほんと偉大でしたね。89で終わりですね。あ、コマくんいますね。まあ、コマくんがまだロースター入ってた頃の大会なのかな。さあ、バスターセットのクイヒーホグ。スニガブ置いてからのキング展開して、結構前の方の大会になってくるな。クロスの竹をしっかり拾いつつ、スニゴブスニゴブ。まあ、マルチャ一気に棒、このまま刺すんじゃないかな。クイヒーは3時の方に通り越して、残ったマルチャ IT と、そうですね。足速えバスター。ウッドランチャーにさ、ちょっと、慣れちゃうと、足速いね、これ。穴開いちゃうかもしんない。それ入んないでほしいね。さあ、援軍の方を決めて、コムターからの援軍。さあ、マルチ IT 早く追って、クイーン。ユニコーン生かしたいんよ、ナイツ。からの対地クロスも早く追って。いけて、うん。まあ、やりたかったことは全部これで綺麗にできたのかなと思います。3時の方がテスラ出ちゃったことでちょっと膨らまなきゃいけないですね。穴が開いてるけど。入るかな、綺麗に。これ、呪文タワーで入りそうかな。入る、入るは入るで、あとちょっと、援助が逆になった形だな。カーゴイルで落とせそうですね、この大砲。まあ、でも、どっち、奥でこっちからやってくってなると、まあ、折る必要。さあ、ここからベビ追加、インビジブルでターゲットをベビにそらして、まあ、レイジ3発あるんですけど、ここは温存できるような形ですね。さあ、ここからホグ1機の展開、レイジホグトームですかね。あー、オーデン早くもっと前、あー、いいね、入ったけど、まあ、ちょっと漏れたけど、まあ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 、良い範囲。勢いがすごい、もうレイジ2発目もこっち打っちゃう。クイヒの方がね、余力出たので、サスケルトの呪文も置いて、ここはモノリスのターゲットを拾ってもらうという形ですね。タウンホールもう一回フリーズ、おお、3発目のレイジ。全部、ホグとロイヤルチャンピオンにベットしてった形ですが、ちょっとタウンホールが残っていく。これは逆にレイジ入ったのがやばいか、あれ大丈夫かなこれ。やばい。ブロックも使っちゃったよ。タウンホールの方が、ディギーが入ったんですけど、これマジ？外周、ガン切りしていって、左サイド切ってくれるとタウンホール戻れますね。やばいか？さあ、キング祭壇折ってくれて、これ、ギリギリ被弾しないところで保ててんのえぐいな。さあ、ようやく戻ってくる。ヒーラーも撃たれ始めますが、火力的にどうだ、これは。危な！いや、危なすぎる。ギリギリでしたが、なんとか。怖え、今の。さあ、3時からクイヒー展開、対戦相手、ウッドランチャーセットしますね。いやー、盛り上がったかもしんないですね。今、対戦相手も、両者の方も。怖いよ、今のは。すごいな。ガレージ乗っけて、ホーミングチェックバルも奥まで届く。ストライカーを、うん、いいですね。ウィンの足元か。余計な罠は吸わないというところでね。ストライカーの出し方一つとってもね、結構ケアが見えるところです、こういうのは。
イーグルを先に降りた。レジター乗って対地クロスの攻撃力が高いですね。さ、3発目打っちゃう。火力高いな。こんなとこに3発も打ちたくねえ。さあ、ウォールブレイカー真ん中まで。アルチ IT、2本折れるような、まあ、目指し方ですね。まあ、今のもはね、一応、第一クロス折れるって分かってから出してると思うんですけど、ウォールブレイカーの出すタイミングっていうのも結構大事で、ウォールブレイカーで援軍釣れるのが分かってない、分かってたらね、第一クロス先に打ってから壊さないと、援軍が先打って、また第一クロスに2本ひたすら固ま、打たれ続けるっていう展開になるので、いろいろ、前回のね、タイミングをしっかり確認しましょうという話。キングではちょっと投石クイーンのところまで突破できず、まあ対策されてることが多いですからね、クイーンと投石エリアなんて。入らないっすね。突撃艦で、これはタウンホールケアするようですかね。クイーンの方もマルチの方は入らないと。うん。第一クロス、タウンホールっていうところを突撃艦で落としていきました。まあ、タウンラバルをより確実というか、そういった形で、タウンポイズンを受けないバルーンを作ることができてます。ようやくクイーンの方はマルチ IT の方入ってきて、いいウォールブレーカーですね、それ。このウォールブレーカーうまい。ですが、ちょっとバルーンの方が全て落とされて、ロイヤルチャンピオンに回せる。トライカーもいなかったのかな。ウォールブレーカーめっちゃうまいですもん。うまいんだけど、さらにウォールブレーカー持ってきてる。おぉ、そんなに持ってきてたの。ここも道をつないでいって、クイーンさえ生き残ってれば、非常に綺麗なルートはできました。あとは破壊率を伸ばしていくという形ですね。序盤でやっぱりフリーズ3発使う。もともとのプランでは多分そんなに使うはずじゃなかったと思うんだけど、やってみたらね、思ったより火力高くなっちゃったって感じかな。ただ破壊率の方でね、これで若干だけのリード取れてるんじゃないか。さあ、カズマくん、クイヒーホグですね。ドリルセット、スニゴブ18体だとタウンスニゴブになりそうです。ああ、3時から。ああ、イーグル砲の方、これは美味しいっすね。クロスボウもなく。クイヒーするには安全地帯になってるというところで。ジャイビズカット、うまい。このウィザード、いけそうかな、これ。バネトラップの解除で今通常ゴブリン刺しました。大事こういうの。このウィザード強いですよ。クロスボウに打たれないですね。イーグル砲の方もクイヒー簡単。これめっちゃ簡単。この後どうつなぐかは大事ですね、ただ。いやー、このウィザード強いよ、ほら。めっちゃいいウィザード。あとは、ま、クイーンが流れた方の区画に穴開けをしてあげるっていうイメージかな。さあ、これでダクエリタンクまで切って、対空砲の方まで。これはね、まだ出しちゃダメなの。スニゴブ、始まりました。インビジブルタワーが出かけましたね。めちゃくちゃ出かけてる。もう一回解除を狙っていきつつ援軍処理。これはいいですね。スケルトンのタイミングも合流完璧ですね、ポイズン。インビジブルターが発動して、ここから本体です。ちょっと最初と違う向きから入ったけど、2枚目のチェックでそっちから出していく。が6時から。ドリルと一気にホグ展開を下から回す感じになりそうかな。ウォールブレーカーうまい。レイジのタイミングも完璧なのでクロークも漏れない。この辺のクイヒーが本当に完璧ですね。下から来そうだけど、そうではないのかな。来ました。リストまで使ってからの合流ですね。ドリルは手元に残したまんま、ちょっとマルチ IT 残りそうなんで、そっちに刺してもいいかもしれないですね。やや3時側から。おー、行きましたよ。じゃあいいですね。つかなくて。インビジブルで延命してからのここでトームです。いいですね。この大砲に対してガーゴリ刺しつつ。ドリルはクロスとかに、そうですね。アーチャータワークロスのところさ。
サスケルトンの呪文でロイヤルチャンピオン守りつつ、インビジブルターがまたしても起動しかけてましたね。両サイドクロスボウの剣をしっかり挟み込むようにやって、クイーンも最後ここ延命していく。隠れたんですけど、モノリスの方に大量にユニット集まって、馬、フリーズまだ3発ありますよ。すんよ。ド派手にフリーズぶちかまし、豪華なフィニッシュです。うまいなぁ。うまいね。しっかり配置の弱点をついた結果になりますね。ライトニング10発。さあ、ドゥドゥンドゥドゥンと。ステージタワーって落としたかったのかな？どうなんだろう。ちょっと天才のね、あれが。あー、なるほど。クラスがアップデ前にかなりやってたタイプの編成ですね。ここでトームをかけていくんですが、中身の方がそしたらトツイエティとかになってて、そこにレイジを合わせる感じになるのかな。に座れそうだけど、うん、トツイエティですね。で、防衛キングに座れた結果、このイエティボムはポイズンタワーのこう、あ、じゃあタウンポイズンを受けて、シングルインフェルノとか大地クロスまでは折れないっていうか。で、援軍にポイズンは使えないので、エレクトロタイタンを使って処理をしていく流れですね。ここで生き残って、上の方をちょっとだけ解除しておく。うん。いいっすね。よし。対空砲を。で、スケルトンの呪文とかめちゃくちゃ欲しい区画ですね、ここ。火力、単体の火力、えぐいんで。まあ、ここはバルーンを使ってターゲットブラしつつ、ピストのバーバリアンで行きたいんですけど、巨爆からのトルネでちょっとヒーローパートからすると苦しい。クイーンに戻りつきてる。リクソーダ、ここしつこいんだった。超しつこいんだった、この区画。4個出てくるんだよなリッケ。他の対戦でね、超しつこいリクスケが当たってましたが。ロイヤルチャンピオンでロイヤルチャンピオン処理をしつつ、投石のケアをしていく。あとは上にラバルが回ったので、バルーンを追加しつつ、合流って形なんですけど、ちょっと苦しいかな。今日は防衛がかなり光りますね。デビドラ追加、テスラの方へ。やはりこのベビーはテスラをターゲットするんですけど、いいタイミングでホーミングが入っていく。もうフリーズはこっちに打ってきましたね。下側突破してほしいと。第1クロスのオールガーゴイルに合わせていきましたが、あとは破壊率伸ばしていくという形。こうやってみるとやっぱり額の初手の 86% っていうのが強いですね。うまくいってこれね同じぐらい取ってるんだから、まあ、配置とね、いろいろそういうのはね、運にもよりますけどね。配置に 85%。 さあ、ホッサン61天才ランチャー、まあ、どっち寄っても良さそうですか。ルート作れそうなのはかな、多分ここに天才入れて、キングを12時から回して、クイーンをクイーンロイちゃん3時の方へってこと。ラバルじゃないかな。反対だとどうなる？反対だとちょっと12時の処理がキモくなるから、そうだよね。天才で一区画綺麗になるのがね、やっぱり。あとはクイーンか、ユニットがいないんで基本クイーンでのサイドカットを行い、ジャイウィズはあるな。ジャイウィズ12時はあるな。でもここまで出さないんだったら、クイーンじゃないかな。うん。だね。さあ、もう一回ここは挟むか。ウッドランチャーがたげられてしまうんですけど、まあまあまあ。クイーンのしっかりターゲット見て、アイゴレ、ストライカー合わせて、ゴーレム追加。はい、ストライカーいいですね。来てくれました。ウッドランチャーの方も完璧で、イーグルのところ穴開けてくれればキングが伸びる。フィストここまで溜めてたので、フィストを解放して中心部の方へ援軍処理しつつ、
ったイエティもイーグルの方に入っていって、ゴーレムチが入ってほしかったけど、まあまあまあ、ロイヤルチャンピオンもここまで入れた、ね、クイーン、クロークも残ってるね。速攻のクローク使ってマルチ IT 突破して、高被弾率を、高被弾下げつつ、第1クロスも固めてくれた。援軍に対してポイズンもまだ残っている。フェニックスが第1クロス打ってくれている。えらい。これはもうさすがに行ったでしょってぐらい綺麗に作れている。フリーズがただないですね。トルネード出てきたら嫌なところですが、横か。どうだろう。ロイヤルチャンピオンタウンホールなんかしれっと殴ってるあいつ。シレットタウンを殴りつつ、ロイヤルチャンピオン能力持ってた。あとはくじを囲い込んでいくだけですが、ヘイストでここ乗っけていく感じになりそうかな。ヘイスト乗っけて、うん。タウンポイズン受けずにここから、ウィーンと入っていって、スケルトンの呪文でね、ここ、ロイヤルチャンピオンのところターゲット取ってくれてるので、ストライカーが届いていくと。うま。折れましたね、これも。うまいなぁ。ルート作りがね、かなり綺麗。でも、星3レベルでこれやってもこれぐらいの余力なんか、もうちょい、ね、結構かなり分かりやすいプランだったので、綺麗なルートだなと思った。ぶっちゃけもうちょい余力出るかなと思った。さあ、クイラワですね。ジャンプ入り。この人はマジでクイラワをめっちゃやってくる人なんですけど、まあ、毎回言ってるけど、ウォーデンをね、食い火につけてくる人なので、今回どういうやり方になるか分かりませんが、さあ、トツイエティはトルネード引きつつ、マルチ IT まで狙いだと思うんですが、折れそうですかね。どこに行ったんでしょうか、イエティは。対策をしっかりされていったというところで。トツイエティとはという。とりあえず、おでんぞ折った突撃感になりましたね、これはね。前にトルネードの解除もやってくれているというところ。クイヒーのルートも、出るでしょう。ジャンプが一応あるんですけど、2層入れてジャンプでこの辺っていうルートだったのかな。こうなると、どうしますタウンホール避けて、ウィンの方にウォールブレーカー入れて、ジャンプで戻してみたいなのが、一応有効活用するのはそういう使い方がありますかね。で、普段と逆なんですけど、できるだけ破壊率伸ばしたくないですね、これ。タウンホールが起動しない時間を作りたいんですよ。起動してなく進める時間を作りたいので。ウォールブレーカーは投げてる？投げてる。ここで合流して、やっぱこの形を取ると思ったんですけど、まあ、クイーンがうちが入っちゃうか、やっぱ。しょうがない。ってなると、シンプルジャンプ鎖ですね。ダウンホールの方は、取って、火ができました。あとは、頑張れって感じです。インビジブルかな。ブロックから入るかな。ブロックから入って、上の方、富士からラバルスタート。ジャンプ、しょうがないですね。打つしかないですから、こんな。打っていって、フェニックス生きてくれ。ナイスインビジブル。クイーンの方は延命できました。あとはロイヤルチャンピオンは頑張ってくださいって感じです。ジャンプいらねえ、これ。ジャンプの部分がね、フリーズとかインビジブルがあると、より延命できるんですけど。ただクイーン、やっぱりこれジャンプは強くてマルチ IT のところまで。まあ、どっちかって感じだよね。ロイちゃんの延命の呪文があるか、ここでクイーンがジャンプできるか、どっちか。あ、これウォールブレイカーでボムターつけれない、これ。出せ出せ。出るんだ、ウォールブレーカー。なぜや。こっちから？ま、クイーンがターゲット取ってくれて、バルーンが入りましたね。いやー、これ、でも、いいリカバリーですね。よく頑張りましたって感じです。今のもね、ウォーデンのヒーローペットが、フロスティついてたんで、ビッグウォーデンで何かやりたかったかもしれないですね。今はね、ラバルにしょうがなく使ってたんですけど。さあ、ここでイエティからのシュータークラウス。ヒーラー1体。51、あ、ここでヒーラーなのか？あ、バルキリーからの、またタウンホール逆サイドの超絶
あ、5-2 か、これ。5-2 ですね。じゃあ、こういうのって天才ラバルが刺さりやすいんですけど、天才のおでひまでつけていくタイプのラバルをやっていくっていう形ですね。さあ、クエイク2発からの、もうこれ早いっすね。ほんと呪文落ちてくるのが。上手い人たちはね、呪文、早い、マジで。アップ速度がえぐい。毎回言ってるんですけど。でも、ホッサンのね、スケルトンインビジブルとか、カズマくんのリターン後の食い火の展開とか、マジで早いんで。キングで3時使っていって、ここで合流していく流れを取りますね。タイタンも使って、ルート整備。非常に綺麗。あとは、このまま3時から入って、ジャンプでタウンホールの方へ。いやー、ルート綺麗に取れてますね。さあ、レイジまでここ置いていって、援軍処理にはタイタンが入ってるので、今回ポイズン持ってきてないですね。あ、トームも合わせてる。うん。まあ、ロケバルっていうところでね、まあ、火力が高くなるところ、おでんがここは打ってくれてた。さあ、シューターの燃焼ダメージで、クイーンの処理ができてますよ。さあ、ジャンプ置いて、クロークーイーグルがクイーンに入って、クローク打ったけど落ちてしまう。こうなるとフィストを貯めてタウンホールまでって形ですが、フリーズかけて、トルネード。ポイズンタワーがキング入っちゃうとちょっと、火力落ちるぞ。さあ、これどこまでいけるか。ロイちゃんは残してるということで。さあ、リクスケ出てきたけど、これはタイタン処理してくれる。アイスラバに合わせて、これはロイヤルチャンピオン上から使ってヘイストカット。これでロイヤルチャンピオンのルートも制御したいんですけど、ちょっと壊すのが遅い。ダイクも重なってるので、ここタウンホール復活してますね。さあ、ブーメラン。宝石の方までバルーンも早く行ってほしい。ロイヤルチャンピオンへの被弾が。さあ、これは？いやー、これはいけないのか、星一。フリート、あ。タウンホールまで折れてれば、下からロイちゃん、ブン。際どいとこっすね。スタート。次に星1です。1本目のね、コマくんのアタックもかなり際どいあれだったんですけど、今回は取れない方と。リターン型のスーパードラゴン、かつ、これはどっちだろう、スケイン部なのか、それとも、スケイン、あ、イーグル狙いなのかな？そっと。イーグル狙いか？マルチ狙いなのか？どっちなんだ？結論、イーグルは折れてくれたので美味しいですね。さあ、あ、スケルトン3枚持ってきてたな。じゃあ、イーグルも狙ってたんだ。イーグルマルチクランジョーか。なるほど。呪文がもう、これ、レイジフリーズのみになりますよ。リターン使うんで、この後。どこまでやるんだ、これ。記録使うのかな、ここで。宝石クイーンまで行きそうですね、これ。あー、行かないんだ。全然行かないっすよ、こんなんだって。呪文ないんだもん。行くわけないよね。これ、どう展開するんだろうね。タウンホールの方から突っ込むのはいいとして。うん。イーグルが折れてんのいいな。クランジョーも潰してるからね。スーパードラゴンの目標として、絶対クランジョーまで行かなきゃいけないんですよっていう、いつものあれがなくなって、レイジを食い火なのかドラゴンなのかどっちに使うかなんですけど。的にはこれドラゴンに打っちゃうのが強そうだけど、トームはギリギリまで耐えます。さあ、ここで一気のトームをかけていって、レイジもこっちに置きましたね。さあ、頑張れ。スーパードラゴンに全ベット。ボマを時間ずらして出して、クイーンの処理の方を内側のスーパードラゴンがやってくれる。さあ、ボマーの方がしっかり、これは、仕事を仕掛けましたか？くるくるしてます。ゲルチャンピオンもまだ手元に残って。すごいな。ってなると、これ、クイヒーにレイジ結局1枚も割いてないわけなので、この火力計算うまいですね。クイヒーにレイジ1枚もつかないために、キングと、初手のリターンもギリギリのところまで引きつけて。
たロイヤルチャンピオン使っていって、スーパードラゴンも完全に貫通してます。いやー強いな、ブーメランどんどんどんと突破スルー先に。スーパードラゴン3体残ってんのやろこれ。まあボマーから出てきたやつもいるとはいえ強ー。クイーンは落ちて、ロイヤルチャンピオンも HP が低くなってますが D が止めつつ、空飛んでるやつらが落とせないっすねこれは。いやーバーサスということで、大逆転の星数で負けてしまいました。11対12ということでね。まあ、星2だったら破壊率の方はリードが取れてたので、まあ、ちょっと痛恨の星1になってしまいましたね、最後。まあ、できるだけね、星2も確実で取りたいし、破壊率の方もしっかり取りたいっていうところでね、まあ、ギリギリを攻めた結果生まれてしまった形かなというところでしたね。ツーサイドのね、作り方としてはかなり綺麗に作れてたんですけど、ちょっとイーグルがクイーンに当たっちゃうの、あれでしたね。まあ、1個前の対戦でね、星1のあれが増えてんなーっていう話をしたんですけど、まさかこの対戦でも。そしてね、ちょっともう1本もギリギリ星1にはなった時危ないアタックもあります。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。